本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。久しぶりに、QVC 福島を見ようと思って、YouTube で検索したら、尺が3時間もある、ガバガバシーン集が出てきて、笑ってしまいました。しかし当チャンネルでは、堀口秀俊スペシャルをまとめた、約2時間の総集編を、現在パート23まで投稿しています。コンテンツの物量では、圧倒的に堀口くんの方が上です。さて、本題に入ります。1月19日、大川雄峰様の息子の、大川博士様が、YouTube で女性の名誉毀損をした疑いで、逮捕されました。大川博士様は、実は約3年前の、2020年10月頃に、堀口秀俊くんと、迷い橋の件でレスバトルしています。大川博士様は、言ってみれば、古の堀口秀俊アンチ、太古の時代に、堀口秀俊と戦った、いわば古代の戦士、のようなものです。古代の戦士が、堀口くんとは全く関係のない、別件で逮捕されてしまうという、何やってんすか博士様。なお博士様は、迷い橋で寿司を食べながら、小林並みのテンションで、堀口くんを煽る動画を、過去に投稿しています。顔出しで堀口くんを煽る人は、なかなかいないよ。広志様は、もしかしたら無敵の人なのでしょうか。逮捕の件に関する、FNN プライムオンラインの記事から引用します。YouTube で、名誉を傷つけた疑いで、宗教法人幸福の科学の総裁だった、大川雄峰氏の長男が逮捕された、大川博士容疑者は、YouTube に投稿した動画で、女性の名誉を毀損した疑いで、17日に逮捕された。警視庁は認否を明らかにしていない、大川容疑者は、2023年死去した宗教法人、幸福の科学の創始者で総裁だった、大川雄峰氏の長男。YouTube の名誉毀損で逮捕されるって、相当のことをやらかさないと、なかなかされませんよ。さすがにやりすぎ行きすぎです。広志様はかなり資産がありそうなので、こういう場合では、刑事事件の示談金は、かなり高額になるそうです。相手が足元を見て、かなりふっかけてくるそうな、古代の戦士が逮捕されたということで、堀口くんが何か、ウキウキでポストしているのかと思ったら、大川広志様の件については、残念ながら一切触れていませんでした。堀口くんの場合は、敵の数があまりにも多すぎて、もう広志様のことを忘れてそう。堀口くんのことですから、もしかしたら話をちょっと持って、私を誹謗中傷した人物が、別件で逮捕されましたよ。ふふ。ぐらいのことは言うかもしれないな、と思っていたのですけれども、裏でいろいろあって、今それどころではないのかもしれません。大川博士様はおそらく、裏で示談して、不起訴処分になるのではないでしょうか。いや、ならへんかもしれへんわ。確信がないわ。言及すんのやめとくわ。さて、次の話題です。昨日から今日にかけて行われた、カルピス軍団の地獄のスペースで、ちょっと気になる情報があったので、軽く紹介します。カルピス軍団の中に、自分は芝木隊の〇〇だ、とスペースで自称する人物が現れました。芝木隊は、公安の監視対象とも言われている、極めて危険な集団です。そんな方々が、カルピス軍団に参加しているというのは、本当なのでしょうか。ただ、あくまでカルピス軍団の一人が、芝木隊の〇〇という人物を名乗った、というところまでが事実であり、その人物が本当に〇〇様なのかは不明です。断定口調で書き込むのは危険なので、やめた方がいいです。昔の芝木隊は、もちろん俺らは抵抗するで、拳で、というスタイルでしたが、今はもう時代が変わって、野蛮な暴力が支持される時代ではありません。これは完全に推測ですが、芝木隊がカルピス軍団に関わっているかどうかは別にして、過激な団体が、ネットでの活動に力を入れているというのは、一般論として十分考えられる話ではあります。それにしても、カルピス軍団って、実名で堂々と参加している人や、弁護士っぽい人もこっそり紛れているみたいなのですが、大丈夫なのでしょうか。そういえばセブンナイツのエース、神原先生は、芝木隊の初期メンバーであったことを、誇りに思っているようです。まさかね。もろちん、たまたまでしょう。芝木隊の〇〇様に関しては、声が全然違うので、別人ではないか、という指摘もありました。真相は不明です。この件に関する、ひまそらあかね様のポストから引用します。URL、へえ、こちらのスペース録音によれば、コラボに謝罪し NHK 変更報道に協力しようとしてた避難所や、伝説の自称学生堀口秀俊が、参加してるカルピス軍団に参加してる人間が、俺は公安監視対象の芝木隊〇〇〇だぞって、本人にそっくりな声で宣言したのか。ごめんなさい。裁判所には、いけません。むしろこれで裁判所に行ったら、ただの自爆です。行くメリットが特にありません。裁判の内容によっては、本人が出なくても、特に不利にならないことも多いみたいですし、変にリスクを背負って出廷する必要はありません。神原先生は、芝木隊と今も強いつながりがあるのでしょうか。コネを使って、この件の真相について、釈明していただけると大変ありがたいです。レイシス党芝木隊や、プラカード隊が創設されたのはもはや10年前ですから、〇〇さんの声を知らない人も多いわけですが、あのスペースの声は、〇〇さんではないことだけは、断言することができます。有識者はこう言ってるけど、ボイチェンかけてるかもしれないし、声似てると思うし、何より、公安監視対象団体幹部を名乗る人物が、僕への不法行為による嫌がらせ攻撃をしてくる団体に所属してる、ってことなんで。カルピス軍団が、自分からボロン、した理由もよくわかりません。謎です。いや、
通は自分からボロン、なんて絶対しませんよ。しかしカルピス軍団のスペースを聞く限りでは、マジで何言ってるかわからない人が多いので、あの人たちなら、謎に自分の正体を堂々と明かし始めることも、あるかもしれません。それに、議員バッジの写真を投稿して、ほのめかしていた人がいたじゃないですか。カルピス軍団に帰属意識があって、自己顕示欲に飢えている人は、我慢できずにボロン、してしまう習性があるのかもしれません。見て見て、みんな私を見て、おーおーおー、という感じでしょうか。正直、きついです。さて、次の話題です。2022年10月頃、まだ暇空茜様と出会う前、堀口くんは、X のポストのスクショ天才に対して、盛大にんだーをしていたことが、判明しました。これはあくまで、X の中だけに限定した話ですが、ポストのスクショを、X 内で引用すること自体は、著作権違反に問うのは難しいようです。しかし堀口くんは、結城様という方に対して、次のような DM を送っています。堀口くんの DM を、私の言葉で要約したものです。2022年10月1日、貴殿のポストに投稿されているのは、陳が投稿したポストです。しかし、貴殿のポストには、引用元の URL が記載されていません。よって、貴殿の投稿が、陳のポストの無断転載に当たることは、明白、きちんと責任を取りましょうね。しかし非常に残念ながら、X の中のポストを、スクショして転載することを著作権侵害に問うのは難しいです。そういった判決が実際に出ています。外部のサイトに転載した場合はダメです。あくまで X の中だけの話です。ただ、2022年10月頃であれば、問題なしという判決が出る前なので、堀口くんがこのように主張するのも、まだわからなくもありませんが、ただ、いずれにせよ、ポストのスクショを転載しただけで、んだーをして金銭を要求してくるのは、さすがにやりすぎ行きすぎです。頭おかしなるで、どうやら堀口くんは、暇空茜様と出会う前から、法的措置をちらつかせながら、示談金を要求していたようです。そこで陳は、貴殿に対して、当該ポストの削除、謝罪、使用料の支払いの、参戦を要求します。もし、陳の言う通りに対応しない場合、弁護士に相談し、刑事告訴や損害賠償請求訴訟なども、検討せざるを得ません。訴訟を提起する場合、慰謝料に上乗せする形で、調査費用や、発信者情報開示にかかった費用なども、損害賠償として払ってもらうことになるかと存じます。1週間以内に、陳にご連絡ください。貴殿の聡明な判断を期待しております。キングスカレッジロンドン、社会学科公共政策学部、戦争学科、戦争学専攻。小林に8700万円を要求した時と、同じような文面が出てきました。まるで実家のような安心感があります。それにしても、んだーをメールに、いちいち大学名や学部まで律儀に書くのは、さすがに面白すぎます。自分の肩書きに、誇りを感じてそう。なお、堀口くんのんだーをに対して、結城様は次のようにポストされました。堀口氏からの DM は、10月1から3日で3通。いずれも1週間以内に対応がなければ、法的措置を取ると記載があるが、今のところ何も届かないな。まず開示請求なのか何なのか知らないが、法的措置に向けて動いていたとして、どのくらい時間がかかるもんだろう。堀口氏が使用料を求める、私がしたスクショ引用ツイートは、私の不安から消してしまったが、彼からの DM に記載されている通りで、真っ当かつ裁判で問われれば、公益性を主張できるものだと思うし、彼の差別的な一連の言説は、侮辱罪を問えるレベルだとも思うので、不安はあるが、訴えるならどうぞ、です。そして、それから約1年2ヶ月が経過しましたが、堀口くんが彼を訴えたという知らせは、未だに届いていません。やっぱりんだおじゃないか、あきれ。というか堀口くん、もうこの人の存在自体を、とっくに忘れてそう。堀口くん、八代たかり様とかいう、自分のことをレイヤの妹と思い込んでいる精神異常者のことは、ちゃんと覚えていますか？堀口くんがわざわざメールを送って、何百万円も請求したのが、八代たかり様ですよ。許さないリストに八代たかり様が、入っていないみたいですけど、忘れてませんよね。大丈夫ですよね。もし私を訴えるんだったら、八代たかり様もついでに訴えてください。お願いしますなんでもしますから。さて、話は変わって、セブンナイツの川西弁護士に関するエピソードを一つ紹介します。川西弁護士が書面の訂正を申し出たものの、その訂正の内容自体に間違いが含まれていたようです。暇空茜様のポストから引用します。神原先生代理人の川西弁護士へ間違いを訂正できるようになったのは褒めてあげます。しかし、この上申書の冒頭の原告第5準備書面も被告第5準備書面の誤記です。僕、原告の書面を勝手に訂正しないでください。やり直し。はい？弁護士でも、そんな初歩的なミスをするんですね。相手の書面を、勝手に訂正しようとするのは、いくらなんでも失礼すぎて笹パンだ。川西弁護士へ、訂正表ではなくて、きちんとした修正版の書面を、提出することになりましたね。私は被告、私の証拠は乙合証、これを書いた紙を、視界に入るところに、貼っておくのがおすすめです。今度はミスの内容頑張ってください。煽りますね。進行の予定、発言3および発言4については、次回の準備書面にて、主張を補充する。ごめん、川西弁護士さ、今日までに、発言すべ
全てについて反論を提出するって予定だったよね。何勝手に間に合わなかったので、3と4は次に延期していただく。とか進行お前が決めてんの。仕事舐めてる。その弁護士バッジは飾りか。前の職場ではこれで通用したの。川西弁護士、大丈夫でしょうか？ちゃんと本業に集中できているのか、心配になってきました。何か本業以外で、ストレスが溜まっていたり、リソースを割かれたりしているのではないでしょうか？大丈夫ですよ。川西弁護士はまだ仕事に慣れていないので、これから慣れていけば、いずれはセブンナイツの重鎮になりますから、適当。さて、次は、アパホテルに関する、とある顧問書を紹介します。堀口くんは、コロナ禍の時に、アパホテルでの隔離生活に対して、X で不満を爆発させ、その言動があまりにも不快だったので、プチ炎上したことがあります。そのせいで5チャンネルには、アパホテルの部屋と食事に、延々と恨みつらみを述べる、ロンドン在住男性、というスレッドまで立ってしまいました。ロンドン在住というのは、マジなのですか？それでは、2022年1月11日に投稿された、堀口くんに関する、古代の研究を見てみましょう。当たり前ですが、暇空茜様と堀口くんが出会う、1年以上前に書かれた文書です。いろいろとデマっぽい話も出てきているみたいなので、オープンソースインテリジェンス OSINT を駆使して、各種 SNS やブログなどから経歴を整理しておく。なお、以下の情報はあくまで本人の過去の SNS プロフィールや、投稿記事から整理推測したものであり、情報の真偽については保証できない。本人が投稿した記事中に、嘘や誇張などが含まれる可能性も、排除できないため、2年前から、信憑性を疑われています。堀口くんが本当に留学しているかについては、暇空茜様と出会う前から指摘されていましたから、やはり違和感を覚えていた人は、多かったのでしょう。1998年3月16日群馬県生まれ、両親は共に海洋医で、親戚の大半も医師という家系、両親からは虐待を受けていたと主張しており、今なお深い確執がある模様、特に父親とは年数回口論をすることがあるようで、口論後に自丸をほのめかすツイートを行い、テレビなどの家電製品を破壊する、という行動に及んでいる。公立の小中学校から、東京農業大学第二高等学校を経て、学習院大学法学部政治学科に進学、同大学在学中、ヨット部と国際政治研究会に所属するも、様々なハラスメントに遭い、中退、学習院大学在学中に、大学当局や他の学生から受けたとされるハラスメント、あくまで彼自身の主張に基づく、については告発サイトに詳しい、学習院。学習院の退学理由について、若干疑問を持たれているようです。笑う、まあ。確かに大学を、ハラスメント行為を理由に退学する人って、ほとんどいませんから、この顧問書は、最近私のチャンネルを見始めた人にとって、入門用の良い教科書になるかもしれません。学習院大学中退後、単身都営し、東洋アフリカ研究学院ザ・スクール・オブ・オリエンタル・アンド・アフリカン・スタディーズ・ SOAS に学ぶ。ただし、1年ほどでキングス・カレッジ・ロンドン・キングス・カレッジ・ロンドンに移っていることから、SOAS の正規課程ではなく、インターナショナル・ファウンデーション・カワーデス・アンド・イングリッシュ・ランゲージ・スタディーズ・ IFCELS、日本の大学における留学生別科のような、留学生向けプログラムの指針と推定される、SOAS 在籍後、2020年9月より中略キングス・カレッジ・ロンドン社会科学、公共政策学部戦争学科に移り、現在も在学中、ただし、新型コロナウイルス感染症COVID-19 の拡大に伴い、2020年3月頃に日本に帰国し、長期間のオンライン受講を余儀なくされた。その後、2021年10月にロンドンに戻った。2021年10月施行の衆議院議員選挙への投票、年末年始休暇に際して一時帰国をしている。選挙で一時帰国した、という設定は、本当に謎です。本当に選挙のためだけに帰国したのでしょうか。2020年9月入学ということは、そろそろ卒業でしょうか。果たして堀口くんは本当に卒業できるのでしょうか。彼のことですから、医療をついて、いきなり卒業しました。みたいなプレスリリースを出してくるかもしれません。ネット上ではよく社会学者と間違われるが、彼の専門は戦争学、安全保障研究であり、研究者ではなく学部生である、朝日新聞社のウェブ論座に寄稿された論考、以下、リンク参照があるものの、国内外の大学、研究機関、学会等の起用に寄稿された学術論文は、今のところ存在しない。政治的には、自由民主党の党籍を保有しており、2021年9月に実施された、自由民主党総裁選挙においては、岸田文雄氏に票を投じたことを公言している。また、国会議員の下でインターン活動も行っている模様、自民党支持者ではあるものの、野党国会議員との親交があることを、匂わす投稿も随所に見られる。2022年の時点で、論座の件を把握していたようです。何者だよこの人。なお堀口くんは、論座に1回だけ記事を寄稿したきり、その後記事は一切掲載されていません。なんでやろな、関連性があるかは不明ですが、ジャーナリストの方が、堀口くん記事を酷評していたことと、もしかしたら何か関係があるかもしれません。笑い、それにしても堀口くん、自民党支持者、なのに、安倍元首相に文句をつけたり、スペースで安倍元首相のことを、ああ、去年どっかで撃たれて亡くなったおじさんと言って、カルピスからドン引きされたりと、とても自民党支持者とは思えないような、意味不明な行動をしています。もしかしたら、自民党を逆恨みするようなエピソードが、何かあったのでしょうか。SOAS 在籍中の、2020年4月に潰瘍性大腸炎と診断され、現在も慶応義塾大学病院に通院して治療中である、コロナ禍における日本国内でのオンライン授業受講の理由の一つとして、潰瘍性大腸炎の治療を
挙げている、最近は免疫抑制剤を処方されている、との投稿も見られ、これが事実であるとすると、重症の潰瘍性大腸炎に罹患していると考えられる。重症なのに、肉肉麺の、フードファイトの日々を送っているのか。困惑、モロチン、今は状態が良くなっていて、割と食べることができる。という可能性もあるでしょうか。東京からロンドン間の移動は、ビジネスクラスを利用、往復で70万円程度、高級ホテルに宿泊し、ダンヒルのオーダーメイドスーツに身を包み、IWC ポルトギーでの腕時計を愛用している。また英国留学中も東京都内に自分用のマンションを確保し、ロンドンではホテル住まいである、両親が非常に貧乏症であることを公言しているものの、自身は大変な浪費家であり、その資金源は不明である。やはりお金の出所については、2年前から疑問視する人がいたみたいです。そりゃそうですよね。大学生にしては、明らかにお金の使い方が派手ですし、しかも、両親がセレブで派手に使うから、息子も同様に。という感じならまだわかるのですが、堀口くんの場合は、両親は倹約家のようです。いくら実家が司会で、お金があるとはいえ、倹約家の両親を持つ、自称大学生の堀口くんが、なぜあそこまで金遣いが荒いのか。最新の研究では、このあたりの話にも、新たな仮説が登場しています。ただあんまり詳しく言うと、リーガルアウトになりそうなんですよね。彼が一躍有名になったのは、2020年9月頃に、ミス関西大学に出場していた女子学生が、いわゆる迷い橋をしている動画に対して、ツイッター上で、マナー違反を指摘して炎上した事件である。炎上元となったツイッターアカウントは現在承認されたフォロワーのみの閲覧となっているが、ツイッター上で迷い橋おじさんと入力してキーワード検索を行うと、当時の炎上の一部を知ることができる。この炎上事件で誹謗中傷を浴びたことを苦に、自丸をほのめかすツイートを行い、軍用ナイフで自らの PC を破壊するという行動に及んでいる。当時からやっていることが全く変わっていません。突然ですが、このような行動についてマダーム様はどう思いますか。ツイッターでの意見発信を行うことが多いが、自分に対する反論や批判、指摘などに対しては非常に攻撃的な対応を行うことが多い。相手に対して遠近無礼な言葉で臨み、事実誤認や誤表記などがある場合はそれを指摘し、これを認めて謝罪を求めるという手法を多用する。ああ、いいですね。2年前でこの解像度は素晴らしいです。この人は今堀口くんが王になったことをご存知なのでしょうか。もしかしたら学者の中にひっそりと紛れているという可能性も。堀口くんの数年前の炎上ポストを読んでいると、今 WBPC の公文書を読み込んでいるアカウントが、数年前に堀口くんとレスバしていた記録が見つかることがあります。私はこれを古戦場跡と呼んでいます。時を超えて繋がっていく堀口学。この古代の学者に今の堀口くんの状態が伝わることを願っています。最近はマイクロアグレッション、トーンポリシング、ストローマン論法などと、相手の論法がおかしいと指摘することが多い。覚えた言葉や横文字をとにかく使いたがる。これも堀口くんの特徴です。彼自身は論破と認識しているものの、そのほとんどは相手に不快な思いをさせてコミュニケーションを破壊し、相手を黙らせるという手法である。なお、自分自身の事実誤認や誤表記、おかしな論法であるなという指摘に対して、自らの過ちを認めることは極めて稀である。徹底的に正体を分析されてしまっています。今の私たちから見れば当たり前のことかもしれませんが、2年前でこの解像度の高さは相当ですよ。堀口くんは相手がドン引きして去っていったのを見て、論破してやったと思って満足しているかのような節があります。こんなところかな。彼はツイッターやブログなどに自分に関する情報をかなり書いているので、その情報をもとに様々な推測を行うことが容易。心理学や精神分析学を専門にされている方であれば、疑似臨床的に分析できるかもしれない。そんなことしてたら頭おかしなるで。というわけで、あまりにも的確で初心者向けな古文書を紹介させてもらいました。さて、次の話題です。以前のアルパカ社長のパカチャンネルで意味不明な DM が公開されていました。その理解不能な DM がこちら。あれは示談フォームで全員を入力いただいた極めて特殊なケースですから、ご心配には及ばないかと存じます。いや、正確にはメールで全員での和解を申し入れてきて、 Google フォームをご案内したら、なぜか80万円を入力して、さすがに意味不明だったので少額訴訟に踏み切った経緯だったかと存じます。一度整理します。横浜関西の慣れ合い訴訟の件で、堀口くんはなぜか被告の個人情報を事前に知っていました。その理由について追及されると、堀口くんは被告が示談フォームに個人情報を入力したから個人情報を知っていると弁解しました。しかし示談フォームとは、示談するために用意されているのですから、示談フォームから連絡した人を訴えるというのはよくわかりません。明らかに無理のある弁解です。その件について、示談要求の被害者から示談後に誹謗中傷をしたから訴えたのかという質問があり、それに対して堀口くんが示談金レインで和解を申し込んできて、その後80万円で和解しようとしてきたため、少額訴訟をしたとおっしゃっています。いや、
や、整理しても、よくわからないんですけど、あくまで一般論ですが、一度嘘をつくと、その嘘を守るために、新たな嘘をつかなければならなくなるので、自分でも何が何だかわからなくなってしまいます。この件に関する、今空あかね様のポストから引用します。昨日の配信の堀口くんは、横浜管理裁判所で、示談フォームから入力してきた禁止を訴えた理由を、メールでレイン和解を申し出てきたから、示談フォームを案内したら、80万円を入力してきたので、60万円で提訴しました。すまん、意味がわからん。行くまあ、翻訳してくれー。さすがに堀口くんも、ここまで意味不明なことは言わないのでは。というわけでこの DM のスクショは、おそらく捏造でしょう。適当、ダスでもやってんのか。って感じの意味不明さ。ここで、レイン和解希望メールが来ますが、示談フォームを案内すると、80万円で住所氏名を入力してきて、訴訟コマンドが解放されます。なので60万円の横浜管理裁判所で提訴します。多分これが一番早いと思います。ここで黒塗りをミスってキリスが出ると、失敗ルートに行くので気をつけましょう。はぁー。袖かため息。ところで、堀口くんが示談の交渉をするならまだしも、堀口くん以外の人物が示談を持ちかけているという情報があるのですが、これは本当なのでしょうか？これ法的に大丈夫なのでしょうか？教えて、雄星先生。お知らせです。現在アマゾンで、早々のフリーレンや、薬屋の独り言、ブラックラグーンなどの人気漫画が、約 50% ポイント還元中です。実質ほぼ半額で購入することができます。他にも多数の漫画がポイント還元中なので、ぜひ一度覗いてみてください。期間限定で無料公開中の漫画もあります。詳細はコメント欄からどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。